And gentlemen, please welcome him with a big round of applause. 여러분, 큰 박수 부탁드립니다. 皆様、盛大な拍手でお迎えいただくようお願い申し上げます。内外のご来賓の皆様、2020第14回世界海洋フォーラムのためにご列席賜りました皆様方に丁寧にご挨拶を申し上げます。この厳しい時期に皆様方と皆様のご家族が無事健康に過ごしておられることを願っております。本海洋フォーラムですけれども、大韓民国釜山において開催されております。世界中の参加者の皆様方がオンラインでもって、参加していただいております。今回のフォーラムですが、未来へともう一歩を大テーマとして意見交換をさせていただければと願っております。今回を機にこの大切なテーマについてスピーチをさせていただく光栄をいただきましたホスト側にお礼を申し上げます。本日の発表ですが、お目覚めの意味としてちょっとストレートかもしれないような、そのような話で始めさせていただきます。我々人間はこれまで人類の生命を脅かす深刻な世界的な伝染病が差し迫ってきているというような警告を十分受けてきております。また世界保健当局はこれまで少なくとも20年間豚、家禽類、人間の深刻な退治などによって発生する危険と大きく損なわれた自然の生息地から発生する動物を媒介とした感染病の危険性を特に強調し、大規模なウイルス性伝染病に対する対策作りの時期を逃してしまったという事実を警告していきました。こうした警告があったものの、現在コロナ禍の世界的なパンデミックが実施されている中で、ほとんどの政府はかつてのこのような警告により注意を傾け、まもなく差し止めてくるパンデミックに対するプロトコルをより厳しく導入するために過去に立ち戻ることができるとすれば、手段を選ばないと思いますし、そのような現状に直面しております。科学的な権威の合意に基づいたいろんな世界的な警告があったものの、このような警告を分別なく宿命のごとくを受け入れてそっぽを向けているという点を強調したいと思います。特に IPCC と生物多様性科学機関から出刊されたここ数年間の主な報告書を見てみますと、気候危機がもたらしかねない災害と生物多様性の急激な減少に対して警告しています。そのために国連事務総長のアンテニオ・グテレースは、去年の12月マドリードで行われたブルー COP の演説の方で、我々人間はすべて知っていても地球の生命維持システムを毀損していると伝えました。コロナの経験に基づきまして、このような傾向に対して我々はこうした状況を落ち着かせ変化させようとために十分努力しているかというような質問を提起しなければなりません。コロナ、パンデミックの主な教訓のうちの一つは、我々人間は互いのバランス、自然界とのバランスに依存して生きていく存在だという点を気づいたという点であります。したがってこうしたパンデミックとは、本当に急務であるという、状況となっておりますけれども、このようなバランスを取るために維持してきた微弱な保護と、そして措置を崩壊させる名分にはなりません。そのような点で海洋保護区域などと、同じように従来すでに保存対策を設けるということが欠かせないものとなっており、2030年までに海洋の 30% を保護するなどといった自然との関係をより大胆なものとしなければならないと思います。そして、今や最善の革新的な解決策、そして資源、意思の前に繰り広げられたブルーグリーンレカバリー労働の方向へと全てのものを適用させていかなければなりません。本日はこのテーマについて皆様方と意見交換をしていきたいと思います。この発表の、スタートはこの辺でちょっと始めさせていただきまして、この辺で、けじめをつけさせていただきまして、自然界にはまだ残っている生命体と調和を実現する、そして未来をもたらすためには消費生産生息地破壊の形を変えなければならない時期が差し迫ってきていると、そしてそのような形の、厳しい結果を経験しなければならないという点を強調したいと思います。海洋のプラスチックと汚染、そして作られた漁具、違法的かつ、害となる漁業観光という災いを収束させなければなりません。またあまりにも遅くなる前に、人類が排出する温室効果ガスによって変化する海洋の温度と造成の変化を防ぎ止めなければなりません。健康な海洋をなくして健康な地球とはありません。したがって共同の平和のために、我々の事態の現実を直視し、必要な変化をスタートさせていかなければなりません。危機を意味する単語でありますクライシスは、決定の時間を意味するギリシア語のクライシスから由来しました。もし今、この時期が一危機の瞬間だとすれば、今世紀の残っている日々を生きていく子どもと子孫の暮らしの質
に直接な影響を及ぼしうる決定を下す時間でもあります。来年11月グラスゴーにおける国連気候変動枠組み条約締約国会議が開かれるまで人類が排出する温室効果ガスの緩いのない削減を断行する準備をしなければなりません。その時までこのテーマを取り扱う全てのプラットフォーマーはそのメッセージを明確に必ず受け入れなければなりません。皆様、私は本日のフォーラムにおいて持続可能な海洋経済、他の方言で持続可能なブルー経済というテーマに対して発表を依頼を受けました。したがって持続可能な海洋経済のためのハイレベルパネルの最近の報告書の結果をこの発表に大いに活用させていただきます。ハイレベルパネルとはノルウェーの総理とパラオの大統領が共同議長を務めております14カ国による政府トップによって構成された枠組みであり、私は特使としてこのパネルの参上委員として活動させていただいている講演に扱っております。このパネルは各分野の世界的な専門家たちが準備した報告書をシリーズとして発表しております。そのうちの一つの報告書であります気候変動問題を解決するための海洋は五大海洋基盤の気候解決策を全面的に実施するとすれば、2050年までに地球の温度上昇を 1.5 度し以下に維持するために世界が必要とする年間の温室効果ガス排出量の5分の1を削減できることを明確に示しております。また海上洋上風力発電などといった持続可能なブルー経済の選別された分野に投資が1ドル当たり5ドルの収益を得られるという点も示しております。また別のハイレベルパネル報告書であります、コロナの危機から持続可能かつ公正な環境配慮型の回復というものは政策立案者および金融決定権者が社会的かつ経済的な回復計画の中で海洋経済の役割を強化しなければならず、海洋経済がより持続可能で公正で弾力的に復興できるようにしなければならないと明らかにしております。また世界経済に1兆5000億ドル以上の付加価値で寄与する海洋経済がコロナパンデミックによって海岸および海洋観光業、水産および養殖業、世界海運業全般にわたって莫大な損失を被って、特にこの分野に大きな打撃を被っているということを示しております。それだけではなく途上国と小島嶼国、そして既に低迷している海岸地域社会に深刻な打撃によって数億の雇用が脅かせている状況になります。海洋基盤の経済と陸上基盤の経済が不可分の関係にあるということは、持続可能で公正な回復が海岸に居住しているもの、そして労働者だけではなく社会経済全体の安定と復元のために重要であることを意味します。しかしその影響の重要性にもかかわらず、本報告書は現在の景気テコレ策と緊急災難支援策を通じた限定された投資のみが打撃を受けた海洋の労働者と海岸地域社会、海洋経済を持続可能な、ものに再建することに投資されているということを示しております。古い、そして悪い習慣をそのまま踏襲することは人類と地球に差し迫っている疾病に対する治療法ではないので変えなければなりません。ですのでブルーグリーン回復路というものが、レカバリーロードというものが我々が進むべき正しい道であります。現在のテコ入れ策とそして回復策に投資されている数兆ドルは従来の方式から持続可能開発のための2030議題を履行し、炭素ニュートラルのカーボンニュートラルの世界へ導くより持続可能な経路で転換する上で重要なテコ入れ策となっております。同じような文脈からハイレベルパネル報告書はコロナの危機から持続可能かつ公正な環境配慮型の回復を支援するために景気不要策資金の即刻的な投資によって次の5大優先的な機会を提案しております。まず海岸および海洋生態系の復元および保護に対する投資、海岸地域社会のための下水および排水インプラへの投資、そして地域社会主導型の持続可能で飼料を食べさせない海洋様式への投資、例えば魚介類そして藻類などがあります。そして向こう外炭素排出をゼロとする海上運送を奨励する、そして持続可能な海洋基盤の再生エネルギー化を奨励することであります。最後になりますが報告書は2008年から2009年グローバル金融危機当時の景気不要対応から立証されるように、すべての投資が短期的に雇用創出を提供できる 方策に設定されることはないということを明らかにしております。その代わりに投資のほとんどは経済の効率性と費用の効率性を高めるための体系的な転換を通じまして長期的な回復の基盤を作り、今後10年
年から30年間利益を創出する大規模なインフラプロジェクトを推進することに使用されることでしょう。しかし、まあ、緊急危機に処しているということはいくら強調しても言い過ぎではありません。世界中がこのような伝染病と戦っており、数十万人数百万人が自分と自分たちの家族を扶養できるための収入がなくなっている状況になります。こうした人々のための現在と未来のための雇用創出、そして救いの命の方が必要な時であります。本報告書の優先的な課題の一つが無公開、それ会場運用に対する省令であるということを確認されたことでしょう。海運のグリーン化というものは輸送体系が言葉とが馬とそして牛から内縁機関へと移していった、わずか100年前の当時と類似した形で変化している歴史的なターニングポイントを示す興味深い事例であります。化石燃料輸送の時代の最後を見守ることができることが本当に嬉しく、人間が生涯を送る地球の汚染方式にどれほど意味のある変化であるかということを実感しております。海洋に基づけた運送のクリーン化だけでも全世界の人類が発生する温室効果ガスの発出量の 1.8% 削減できると思います。 IMO の海洋環境保護委員会は2018年4月船舶から排出される温室効果ガスの削減に関する早期戦略を採択しました。国際船舶から排出される温室効果ガスの削減を早期に段階的に取り組むというビジョンを掲げました。このようなビジョンの中にはパリ協定の温度目標にふさわしい二酸化炭素の排出削減経路に関する具体的な内容も盛り込まれています。この素晴らしいビジョンは国際船舶で発生する温室効果ガスの排出量を減らし、緊急な問題としてなるべく早く段階的に温室効果ガスの使用を中断していくという IMO の約束を改めて確認することとなりました。そのような面に注目しながら、そのような中で引き続き活動をしていらっしゃいます IMO の事務局長インゲッテ様にも感謝申し上げます。世界はすでに海洋に基づいた気候の解決策を実施する上に必要な技術革新を持っています。すでに食品の生産から廃棄物の管理、再生エネルギーから海運のグリーン化まで、すべての分野でますます大きくなっている革新のポジティブなメッセージを送っています。革新は限られた地球資源の搾取から循環経済、持続可能なシステム、レジリエント社会への移動を我々にもたらすこととなり、究極的に我々の生活がかかっている自然の生物多様性をより保護できると思います。皆様、まずグテーレス国連事務総長が今年のアースデイの演説で提案した6大の原則、きれいなグリーン転換の実施、化石燃料の補助金の廃止、環境と気候に役に立つ持続可能なプロジェクトに公的資金の投入、そして私が最も、まあ、気に入っている最後の原則なんですけれども、汚染者負担原則というものがございます。我々が行った汚染に関しまして、コストを支払うことは本当に妥当な提案だと思います。しかし皆様は、プラスチックの産業というのがどのような影響をもたらすと思いますか？プラスチックは山の頂点から海まで全地球を汚染させました。ダボス会議でエレン・マッカス財団は2050年まで水産物は8億500万トン少なくとも9億3700万トンのプラスチックが海洋に占めると推算をしています。海洋にはより多くのプラスチック、そしてまた海岸にはそのマイクロプラスチックもまで入ってしまいまして、その水産物がマイクロプラスチックも一緒に摂取するようとなりました。なぜこのようになったのでしょうか？かつてプラスチックない時代を考えてみてください。2050年まで世界がカーボンフリーができるように個人的に実践方法を探しているとすれば、まず皆様はぜひプラスチックの使いを改めて考えてください。改めましてプラスチックの使用を減らしてリユース、リサイクルをぜひ皆様にお勧めしたいと思います。陸地で起きていることは海洋の環境に影響を与え、海洋が人間が犯したことに関しまして陸地にまた戻って人間に影響を与えるということは明らかでございます。資源から海へと、それから山から珊瑚礁へのアクセスの元となっています。海洋は陸地で発生する多くのゴミ、それから汚染が流れてきましたし、
国連環境計画はアジア太平洋地域の場合にはプラスチックごみによって観光業、漁業、海運業におきまして年間13億ドルのコストは支払っているというふうに言われています。なおヨーロッパには海岸と海辺のプラスチック廃棄物のクリーンアップにも年間6億3000万ユーロを使っていると言われています。プラスチックによって世界海洋生態系の経済的被害が毎年少なくとも130億ドルにかかるという研究結果もあります。ですので汚染者がその対価を支払わなければなりません。プラスチック汚染を終わらせるための戦いにおきまして勝利はそんなに容易なことではないと思います。プラスチック産業は今後10年間 40% 成長を計画しまた投資が行われている最中でございます。これはかつてのタバコ産業のように多くの人々がプラスチックに関しまして反感を持っているということもよく知っていますし、プラスチック産業はそれに関する準備もしっかりとしているところだと思います。ですので未来に私たちが賢く備えるためにはタバコ産業との厳しい戦いで多くの教訓を得ることもできるのではないかと思います。残念ながらコロナの中で一時的ではございますけれどもプラスチックの使用が非常に増えている状況でございます。コロナウイルスというのが紙のような柔らかい表面よりはプラスチックような硬い表面で長く生存しているにもかかわらずプラスチックの使用は増えている状況でございます。使い捨てプラスチックを減らす努力というのは我々の挑戦課題でもございます。コロナパンデミックによってプラスチックの使用が今増えているからそうだと思います。ここで海洋プラスチック汚染の中で最も皆様よくあまり知られていないものだと思いますけれどもマイクロプラスチックについて説明したいと思います。ストレッチ製の生地からそれから鋼鉄まで全てのものがマイクロプラスチックになるということも皆様よくご存知だと思います。これを摂取して小さな動物からそれから最後の食物連鎖の頂点に立っている人間までこのマイクロプラスチックが体の中に入ってしまいます。これが人体の中にどのような影響を与えているのか科学的医学的研究がまだ終わっていません。ですのでこれもこの研究が引き続き行われなければならないと思います。それにもかかわらず全世界的には多くの素晴らしい組織そして人々が海洋プラスチック汚染問題のため解決策を模索しているところでございます。GPAP という国際プラスチック行動パートナーシップなんですけれどもこれは世界銀行、ユネップ、コカ・コーラ、ネスラなどが参加しています。さまざまな諮問機関も参加しています。地域、社会、それから企業、政府に大量生産廃棄、資源の採集に関しましてその全世界の製品、それから材料を再設計し、回収し、リユースすることを掲げているイニシアチブでございます。さまざまな協力団体また最近ピューチャリタブルトラストから発表されたプラスチックのゴミを砕くという報告書があります。この報告書はプラスチックの関する措置を今取らなければならないというふうに警告しております。今後5年間が5年間我々が何もしなかった場合には2040年までプラスチック8000万トンが新たに海洋に流れてしまうという報告書を出しています。すべての要素が存在していますしそして我々はその 海洋への流入を減らすその技術も持っています。そして今後2年間が非常に大事な時期だということをここでは示しています。2025年まで防げるプラスチック生産を中断し消費者にとりましてはプラスチックの利用使用を促して新たな輸送モデルなどの革新テストを提案しています。今回の発表におきまして水産の状況に関する依頼も受けました。私が勤めている特使の役割というのがそれに関わっていますので主催者側からこのような要請もいただきました。 SDGs の14の目標でもございます。 14.4 の場合には2020年まで効果的に水産物の捕獲を規制し乱獲 IUU 漁業でございます。 IUU 漁業つまり違法無報告無規制を根絶することでございます。できれば早いうちに
水産資源が生物学的な特徴に基づきまして持続可能な産地上の水準まで復元できるように取り組むことでございます。これは単なる言葉だけの目標ではありません。2015年国連のすべての加盟国が一緒に合意して作った目標でございます。我々はこの目標を充実に実施しなければなりません。推定によりますと全世界には魚 5匹のうち1匹の場合には違法で捕獲されているふうに言われています。途上国の沿岸で取られている3匹のうち1匹がいよいよ漁業によって取られるというふうに言われています。このような事実というのは生産の主なタンパク質を供給源として生活している多くの人々にとりまして食料の安保管理活動に深刻な悪影響を与えています。これはいわゆる犯罪を防ぐものと同じだと思います。いくら楽観的に考えても短期的にこの問題を解決するのは非常に難しいと思います。しかし我々の努力をここで止めてはいけません。我々はこの目標に向けて進行状況を判断するために国連が設定した指標というのは生物科学的に持続可能な水準で許可された全世界の水産資源の割合であり、この指標というのは非常に単純なことにも留意しなければなりません。 FAO が最近発表した2020年世界漁業養殖白書によりますと生物科学的に持続可能な水準である水産資源というのは1974年に 90% から2017年には 65.8% まで減少したというふうに言われています。また乱獲されている水産物の場合は現在 34.2% でございますし、これは全世界の漁獲量の 35% が廃棄されている状況でございます。それではこれは私たちの何を示唆しているのでしょうか。我々さらに努力しなければなりません。カツオマグロ類トレスタビリティ宣言を見てみますと、我々は素晴らしい活動を、つまり支援また手助けが必要な地域漁業管理機関に対する支援の強化、それからのFAOの気候国措置協定の実施の推進にさらに私たちは力を注がなければなりません。2020年マグロ類のトレーサビリティ宣言を私たちはもう一度振り返らなければなりません。これが実施できれば合法的かつ持続可能なマグロの供給ができると思います。また世界マグロアライアンスが RFM、 それから政府の漁業活動漁獲物の規制モニタリングを実施するという実質的な約束をしたことに私は賛成したいと思います。何よりも重要なのは消費者が消費するマグロがどこから来ているのか、それを効果的に私たちは見なければなりません。私も個人的には魚をよく食べている人として、実際それがしっかりとされているところから私のテーブルに届いていることを確認しなければなりません。そのようなものができるように私たちはさまざまな措置を政府に促しなければなりません。 RFMO というのは水産管理の最適方法を追求しながら海洋資源の持続的な可能に向けた動きにおきまして重要な役割を担っています。乱獲というのは長期間失望的な動向を変えるために必要な水産管理の知識経験を十分持っています。 FAO は水産資源を集中的に管理し、それからどこで目標水準を超えているのか、それを確認することができると思います。持続可能な水産管理に関する優先順位を決めていくという政治的な意思があり、生態系の管理活動におきまして地域社会の意味のある参加がある場合には、脅かされている海洋資源、枯渇されている水産資源の復元、既存されている生息地の復元ができると思います。 FAO は管理というものが最高の保存方法だと明らかにしています。そのために持続可能な目標を達成するために RFM の機能に私たちは期待をしています。そのような事実で私たちはすべてポジティブなことを得ることができると思います。必要な努力によって我々はいずれこの目標を達成できると思います。結論的に2020年スーパーイヤーに大きな問題が生じてしまいました。主なカンファレンスが延期されているのもまた事実でございます。しかしその以上もその以下でもございません。延期されたカンファレンスは状況が許す限り開催されると思います。オンラインオフラインの形でさまざまな会議が開かれると思います。持続可能な
目標として多国間のプロセスに関しまして私たちは確固たる意思を持っています。今までそれからこれからもモメンタムを維持し国際協定が掲げた目標を達成するため最善を尽くさなければなりません。国連総会は次回の国連海洋会議をリスボンで開催する予定でございます。ケニア、ポルトガル政府が共同で主催することとなっております。コロナ、パンデミックによってカンファランスは2021年まで延期されてしまいました。しかしコロナの状況が改善できればその開催の日程が確定されると思います。そのまでには会議に関しまして段階的な準備が行われもちろんいくつか確定された内容もございます。まず最初は水産業でございます。 SDGs の14は2020年にそれを終了しなければならない4つの革新的な目標を持っていますけれどもそのうちの1つが 14.4 でございます。顧客を捕獲魚流の捕獲乱獲を規制しそして IUU 漁業に関しましてまた破壊的な漁業慣行を根絶するものでございます。その次は科学革新パートナーシップ解決策がカンファランスの内容に盛り込まれていくと思います。これは国連加盟国がこのように決めたのでそのような内容が会議で開催話し合われると思います。そして SDG14 の成功率の実施を支援するため海洋行動のゲームチェンジャーとなって2017年の海洋会議を参考にしてカンファランスを開催することが決まりました。リスボンで開かれる会議におきまして今後10年間の道のりに関しまして新たな発見そして新しい理解が盛り込まれた内容になると思います。